じゃあ次は相手が打ってきた、パンチを、ブロックして打ち込む。でその時にじゃあ次はさっきは前の手だけで やってましたけども、次はじゃあ右の手も使ってやります。これだったらこうやるの、トントンでいいね。じゃあ、相手の、この構えの場合、僕が右で、相手も右、右同士の場合、相手の前の手を右手でブロックします。それをじゃあパンってきて、パンスピードつけて、これをブロックした後にすぐ自分のパンチを返す。この練習で、この逆の場合、右と、相手が、右対左の場合、相手の手を右手で弾く、で左手を入れる。この練習をいきましょう。はい、はい。